ですね、続いては宮古ステークスの富澤が紹介しました。宮古ステークス、はい、はい、こちらです。トレンド1、5歳以上。トレンド2、渦政ステークスかシリウスステークス組。トレンド3、みゆき注意報発令中でございます。はい、詳しく教えてください。まずは、はい、このトレンド1の5歳以上ですが、はい、宮古ステークスは近年5歳馬以上の構想が目立つレースで、なるほど、はい、ここ5年で4勝2着5回、うんうん、3着5回となっています、はい、4歳以下は4歳馬が1勝のみで、なるほど、3歳馬は馬券圏内ゼロとなっているんですね。なんかもうそれぐらい割り切ってバッバッバッって切っちゃってもいいかもしれないですね、うん、はい、ここ難しいから。軸馬は5歳馬以上の中でも特に構想している5歳馬か6歳馬がいいんじゃないですかね。はい、ただ、5歳、6歳はちょっと多いですが、うん、アルーブルト、サンライズホープ、ゲンパチルシファー、ワールドタキオン、名称カズサ、ペプチドナイル、ウィリアムバローズ、アイオライドと、まあ、ちょっと多いですけど、まあ、一応、まあね、4歳馬とかもし切れるのであればね、うんうん、非常に大きいですから、はい。さあ続いてトレンド2ですね、はい、ウズマサステークス組かシリウスステークス組ですけども、はい、ここ近年構想が目立っていまして、ここ4年連続で前走ウズマサステークス組とシリウスステークス組が1頭ずつ馬券に絡んでいます、はい、今年もこのトレンドに乗った該当馬は注目です。はい、前走ウズマサステークス組が大久保先生の本命でもある大聖ドレホンというところですね、うん、そしてメイクアリープ、マリオロード、エナハツホ、これがウズマサステークス組、そしてシリウスステークス組がサンライズホープとゲンパチルシファーですね。ゲンパチルシファーは私前走年狂って結構買ってましたからね14番人気でしたけど超人気です。まあ、つまりこの4頭と2頭の中から1頭ずつピックアップすればいいというデータ上はね。そういうことです。さあそして最後のトレンドですね、トレンド3、みゆき注意報発令です。はい、ここ5年でですね、みゆき騎手2勝3着1回と成績いいんですけども、全て人気薄でして、11番人気1着、7番人気1着、9番人気2着となっているんです、うん、まあ、宮古ステークスはみゆき騎手に気をつけろということで注意報発令中です。4歳馬ですけど、はい、僕正直メーカーリーパーかなり注目してるんですよ、うん、なぜならばキングズソードとタイム差なしの競馬をしてるんですよね、うん、はいはい、やれる可能性は十分にありますよ。メイカーリープっていう名前もね、なんか素敵な名前ですよね。場面もね、場面調べるの楽しいですよね、はい、さあ信じるか信じないかはあなた次第です、はい、細かいことは気にせずにヒントにしてみてください。はい、はい、では上昇しますよ、はい、今日中に、あ、始まりますね、はい、にもう私たち、石井さん、はい、もう抜け殻抜け殻ですから私のようなものはもう今日さえさえだからね、予想だけはね。いやー、でもあれ、ロジにすればよかったな。